パジャマです。今日もパジャマです。何食べてるの？今日のお昼ご飯、お茶漬けと豚の角煮と卵スープです。昨日よりも寝起きです。今日はめっちゃぐっすり眠れました。夢も見なかった美味しそう。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいけど、こんなに角煮が食べられない。二段ベッド使ってるのね。二段ベッドじゃないんですよ。まあ二段ベッドっていうか、下に引き出しとか物置できるようになってます。まっちゃんが作ったの、ママが作ったやつを作り置きしてくれて、豚の角煮は、あとはお湯入れてお茶漬けにします。ママ料理上手だね。ママに言っときます。本当に何にも夢見ないで寝ました。
12になってる。今気づいた。下がってる。横浜のエイトコンでマッシュの写真撮ったよ。うん、ありがとうございます。ゆっくり食べないと全お腹に入らない。今日も頑張ります。頑張りましょう。ご飯完食です。あと角煮と
卵スープ、なんかどっちもお茶漬けだったからスープみたいな感じだった。今日も57分になったらランキング読みます。何食べたの？お茶漬け完食です。お茶漬けは、お茶漬けは完食です。もうお腹いっぱい、お腹いっぱいなんですよ。ちょっとお腹がいっぱいです本当に。ランク11位まであと102,408 ポイント。間違った、102,248 ポイント。お時間ですか？お時間じゃないです。30分間なので1時までです。お時間ですの声も懐かしい。剥がしのね、握手会のお時間ですっていう方、この前私全然分かんなかったんですけど、その友達に聞いたんですけど、そのお時間ですっていう方の中に、その友達、その友達のお姉ちゃんがいたらしくて、で私のこと見つけたらしいんですけど、その友達のお姉ちゃんって言っても写真ぐらい、写真とかあんまり会ったことがなかったので、びっくりでした。それ終わった後に聞いたっていうか、普通にめっちゃ過ぎて、あの友達と、その友達と遊ぶっていう時にだったので、友達のお姉さんがスタッフさんだった、そうみたいです。AB型です。
でも角煮早く食べないと油すごくなるんで。角煮は固まって白くなる。そうなんですよ。だから早めに食べないと。まーちゃん角煮好きだな。角煮好きです。この卵スープ全然味がしない。めっちゃ薄い。お湯もお湯です。なんか多分弟が食べたのかな。半分にしたんですよ、ママが。そこにお湯入れただけなんで。味付いてるから多分持ってかれちゃった。薄味のスープ、薄味、本当に何の、まあ具食べたら具の味がするけど、いくら混ぜてもお湯です。実家です。実家っていうのか。そういえば私が大人になったら実家に帰りますって言いたい。おそらく実家は大人になって出ると思うので、いや出ると思うか。まっちゃんは上京するの？上京は分からない。上京って東京に行くってことですかね。それとも都会に、都会っていうか、まあ例えば山形県の近くだったら仙台とかも上京するとかって言うんですかね。それは上京するかは分からないけど、まあ、そこら辺は決まってないですけど。全然実家は出ると思います。山形です。ここ山形です。すごい、昨日よりも晴天、雲がない、雲一つないですね。まあ、まだ寒いからあれだけど、こういう時こう草むらあってこう寝転がってずっと空見てたいっていうのが夢です。
外を歩きたくなるね。そうですね。でも多分寒いんですよ本当に今も。寒いのでちょっとなかなかっていうか、まあ外に出てないからわからないですけど、昨日と今日は外に出てません。まっちゃんは草むらたまに行くの？草むらなんかそのイメージではなんかこうなんて言うんだろう、こうあってここ草むらで下川でみたいな、なんて言うんでしょう、河川敷でもない、河川敷っていうのかな、河原、そうです、河原のところでっていうちょっと夢。土手かも、土手ですね。田舎はだいたいそう、田舎はなんかもう本当に草ぼうぼう生えてて行けないので、行けるようなところなんかちょっとあるじゃないですか、なんか関東らへんに。ベランダでラジオ体操、ベランダなんかそのベランダ、その都会のベランダとかってこうそこでラジオ体操したらなんかこう隣の人とか室にこうガラガラガラってこう洗濯物干しさにすごいあってなりそう。なんかロフト憧れるんですよ。ロフトのお家っていうかマンションとかアパートとか、今、まあ、ロフト大人になったらロフトに寝たいなって思ったんですけど、そのこの前そのホラー映画みたいな見てめっちゃ、それでなんかそこでちょっと怖いのあって、そういうこともあるのかって思ってちょっとロフトはちょっといいかなって思い始めてきちゃいました。地下室も憧れです。あ、地下室も憧れだし、あの隠し部屋今でも憧れです。大丈夫だよ。なんか怖いんですよ本当に。でもなんかその見た映画が本当に実際あった話でみたいな、実話の、まあ、日本の映画なんですけど、あ、そうか、そういうこともあるのかって思って、本棚の部屋が裏とかね、本棚の裏、そうです、隠れてて押すとあるみたいな、最高です。58分、本当だ。
じゃあ13位から読みます。13位エースさん、12位ライムさん、11位くまこうさん、10位と月麦さん、9位けんさん、8位ネコピさん、7位ヨウジロさん、6位トマソンさん、5位カメムシ兄さん、4位ケンジさん、3位マロヤッカさん、2位レディオスさん、1位ドゥカディさんです。ありがとうございます。次は4時、次は4時からです。4時からなので、まあ見に来れる方はぜひ来てください。私はこの後このお弁、このお昼ご飯の続きと課題をします。夕方また行くわ。ありがとうございます。4時に来れない方は5時半と6時半からやってるので、ぜひ課題頑張ってね。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。